で行こうです。スターウォースポケット始めていきましょう。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。ガチャです。ガチャはデイリーガチャ。なんかヒヒマルゾとかゲットされてますね。何がすごい。9月を一周ですね。あっという間にイベント開催中だよ。海鮮紋章、海鮮紋章でももう取ってますからね。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。これは牝馬なんでオス馬出会えないですしね。となると秋天かな。ジャパンカップ界になるわけですが、秋天かな。今週待って秋天に、目指しましょう。今残り25周です。まあまあかな。
箇所の州。イベント開催中だよ。メンションサムソン、アグネスアウ、アドワイアムーンですね。いいジョッキーがほとんど乗ってるな。勝原騎手に任せましょう。お、いいじゃないの。体重はバッチリだね。今週はレースがあるよ。お、いいじゃないの。お、嬉しいか。はい、何です。いいですね。一番人気 1.2 倍。ただいまより投票受付を開始します。連覇濃厚、一回取ってるんですね。あの次は有馬じゃなくて香港ですからね。このために負けられません。片馬やりライバルはどうでしょうと言っても 1.2 倍なんで、名称サムソンになってしまいます。で3番人気だってアドマイアムーンで、マルモ、デルタブルースとポップロックしかない。というとこですね。行ってみましょう。レースです。ダイヤメジャーもいますね。天皇賞秋。伝統の天皇盾を継ぐのはどの馬でやりましょうか。天皇賞秋、さあ準備が整いました。さあ飛び出した。12頭、8番京さん、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。先頭に立つのは何か。先手を取って11番名称サムソン、ゴスモバルク、その後ろでやりましょうか。ダイワメジャー、その外6番デルタブルース、2番ブライトツモロー。12頭第2コーナー左にカーブを取ります。その後ろ3馬身くらいあって、7番カンパニー、5番ですね、後ろ2頭、3番アドマイアムーン、9番ローデンクロイツ、それからポップロック、黄色い帽子にご注目ください。これが一番人気のカタロバニアリー。その外からは京さん、先頭の方はどうなっているか。10番コスモバルクがわずかにリードしています。その外に11番名称サムソン、そしてそのうちに4番ダイワメジャー、外から1頭デルタブルース、そしてその後ろから2番ブライトツモロー、差が開いてカンパニー、まもなく欅を通り過ぎていきます。そのうちからはアグネスアーム、そしてその後ろからアドマイアムーン。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。オレンジの帽子コスモバルクが先頭、ダイワメジャー懸命に追う。外からは名称サムソン、先頭五十嵐のコスモバルク、デルタブルースが3番手。これは阪神レース大混戦になった。これは阪神レースになりました。懸命に手を動かして田中とパタノバイアリー、名称サムソンが2番手、ピンクの帽子名称サムソン先頭だ。大外から強襲パタノバイアリー、パタノバイアリーが襲いかかる。内から外から最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。なんと届いてない。急ぐぞ。名称サムソン逃げ切られてしまいました。キレが落ちてるな。もしかして他の能力を上げると状況でキレが落ちるかな。以上のように確定しました。
勝負根性とか上げるとキレが落ちるのかもね。馬がレースから帰ってきたね。イベント開催中だよ。色と勝負根性って言ってます。これおすすめは変わるんだ。気合い十分だね。いい感じだね。はい、何です？感覚はそんなにないから506キロでっていうのはまずいな。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。いやこれ下に体重はバッチリだね。できないですね。お、嬉しいか。よしよし。イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。大根か。いい感じだね。香港バーズですね。か、でも香港バーズしか。竹豊か。今週はレースがあるよ。状態はいい。ですので、お、嬉しいか。はい、何です？出してみましょう。切れ味上がるといいんですけどね。 1.4 倍。ただいまより投票受付を開始します。ミラートーマスドクター D のマクレア。香港バーズです。カタールバイアリー。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。香港バーズ12頭スタートを切りました。ちょっと出遅れたんでしょうか。12番アーティレベルダッシュがつきません。果たして先頭に行くのは物騒にすんなりと先頭に立つことができるかどうか。マクレヤ、ビバマカオがその後ろ、そして4番手に7番ベティアーノ。
5番ディラン・トーマス、そのうちに2番オークス・ベイ、ちょっと離れて11番エバーブライトでやります、1番ドクター・ピーノ、それからレッドロックス、そしてその後ろからコカブ、ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気のカタノバイアリーです。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。その後ろ5馬身くらいあって12番アーティレベル、もう一度前から整理しましょう。9番ブシソーニが先頭です。内を通りましてマクレヤ、第2コーナーから向こう流し、その外ビバマカオ、クイターノ、ディラン・トーマスがそのうちにいます。そして6番手にホープスベイでやります。差が開いて11番エバーブライト、ちょっと離されましてドクター・ビーノ、10番レッドロックス、それから3番コカブ、青い帽子にご注目ください。これが一番人気のカタノバイアリー、しんがりからアーティレベルでやります。流れるようにレースが展開されています。先頭を行く9番ブシソーニ、カンバシンリード、そのうち6番マクレヤ、外を通ってビバマカオ、その後ろ3馬身くらいあってビディアーノ、そしてそのうちに5番ディラン・トーマス。さあ初金競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くオレンジの帽子はうちそうに、カタノバイアリーが外から飛んできた、さあ抜けました、ビバマカオ、内を通ってマクレヤ、さあ大波乱になるのか、カタノバイアリーが差を詰めてきた、先頭アケユタカとカタノバイアリー、ディラン・トーマスが2番手、先頭アケユタカとカタノバイアリー、後ろからは何にも来ないカタノバイアリー、圧勝、獲得賞金は1万枚突破、やりましたね、1万枚突破しました。見事復活アピールした形になります、カタノバイアリー。これで WBC いけますね。よく頑張った、えらいぞ。1着4番、2着5番、3着8番。やっぱり瞬発力を強化が大事なんですよね。以上のように確定しました。おめでとう。ありがとうございます。リフレッシュ、まあまあかな。メロン、お、嬉しいか。これで放牧、よしよし。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。まだですね。イベント開催中だよ。はい、というわけで、カタノバイアリー、カタノバイアリー香港バーズ勝利いたしましたね。ドバイシーマクラシック以来の G1 勝利、8勝目ですね。これで残りの週がもう14週しかないです。ということで WBC、SWBC 行って果たしてどうなるか、 WBC の件も叶ないといけないですね。というわけで、残り現役わずかになりましたが、引き続き応援よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、カタノバイアリー天皇賞秋と香港バーズをお届けいたしました。天皇賞秋は名将サムソンに届きませんでしたが、香港バーズは快勝となりました。次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。